1154年のシチリア王国、数十年に及ぶ、ノルマン人の独立心の強い冒険的な活動によるイタリア征服を象徴するものである。ノルマン人による南イタリア征服は、11世紀から12世紀にかけて、それまで東ローマ帝国や帝国の創始権を認めたランゴバルド諸公国など、様々な勢力が拡挙していた南イタリアが、 ノルマン人の活動によって統一されていったことを指す。その過程は、ノルマン人傭兵が南イタリアで働き始めた11世紀前半から12世紀前半に至る100年近い期間に及び、そこには多くの戦闘と各々独立した複数のノルマン人勢力による幾多の領地獲得活動が含まれていた。11世紀にノルマン人有力君主たちがそれぞれに獲得した。 領地は1127年のアプーリア皇位継承を川切りに次々とシチリアハクルッチェーロ2世の掌握するところとなり、シチリア王位についたルッチェーロ2世によってイタリア半島南部の平定が完了したのは1140年のことであった。その領域はシチリア島のみならず、ベネベントを除いたイタリア半島の3分の1に及ぶ南部全土マルタ諸島や 北アフリカの一部にまで及んでいた。この時期に南イタリアで活動したノルマン人たちは、元はノルマンディ公国の住民であり、新天地を求めて、古国を離れ、山賊や傭兵となった者たちであった。彼らノルマン人移住民は、メッツォジョールノの後で、ランゴバルド系や、東、ローマ系といった、様々な政治勢力の君主や有力貴族に仕える、傭兵となり、 同地に定住する機会があることをすぐに故郷に知らせた。これらノルマン人選手集団は各地で同郷の選手を集めて都党を組み、ついには自分たちの法治や国家を建国するに至った。ノルマン人たちはメッツォジョールノに到着して50年以内に、それぞれに一団となって頭角を表し、事実上独立した地位になり上がることに成功したというわけなのである。 1066年の一つの決定的な戦いから数年後に達成されたノルマン人によるイングランド征服とは異なり、ノルマン人による南イタリア征服は何十年間にも及ぶ年月と多くの戦闘の産物であり、決定的な出来事をほとんど書いていた。多くの土地がそれぞれ別個に獲得ないし征服され、これらが後年に一つの国家としてまとまったのである。 イングランド征服と比較すると、南イタリア征服の方は、全体として見れば、非計画的かつ非組織的な活動の積み重ねであり、文字通りの征服とは呼べない部分もあったものの、最終的には、同じように全面的な征服として完了した。ノルマン人到来直前のイタリアの地図。南部のピンク色部分が、東ローマ帝国領。ノルマン人は神聖ローマ帝国の南方領地と、 シチリアをも含む全一帯さらには強硬領に含まれるラティウムの南地域やスポレート公国のアブルッツォ州をも征服した。ノルマン人が南イタリアを訪れるようになった年代は明らかでないが10世紀末よりヨーロッパでは聖地巡礼が盛んになり、ノルマン人の間でもエルサレムやイタリアのモンテンガルガーノにもお出る者がいたと想定される。 南イタリアでのノルマン人の働きに関して、後の年代記に記録された最も古い事例は、1010 10年代までに起こったであろう二つの出来事である。それらのエピソードから記知されるのは、地中海地方で傭兵の募集があるという話が、巡礼者を通じて広まり、これがノルマン人選手を南イタリアに向かわせるきっかけの一つとなったということである。いくつかの資料によれば、 1999年頃、聖地エルサレムからプリッラで経由で、帰還の都市にあった、ノルマン人巡礼者の一団がされるのに立ち寄り、されるの子具合周りを三世のもとに投入したという。折しもされるノの町とその周辺地域は、支援している年一回の功能の支払いを要求する、サラセン人の攻撃を受けていた。具合周りを三世は、功能金を集めようと仕掛けたが、その間に、 ノルマン人たちは、公と、そのランゴバルド人臣民たちの弱腰を何時、直ちに包囲する、サラセン軍を襲撃した。これによりサラセン人は敗走し、多くの戦利品が得られた。これに感謝した具合周りをなる者、縁を開いて、ノルマン人たちを歓待し、彼らにこの地に残って働いてくれる、よう懇願する。ノルマン人はこれを断ったものの、 グアイマーリオ三世からの豪華な贈り物を、ノルマンディにいる同胞に贈り、されるので兵として働けば、報奨を得られるかもしれないという話を同胞に、広めることを受けあった。いくつかの資料では、それだけでなく、グアイマーリオ三世は戦士を獲得するために、ノルマンディに使者を派遣したとまで伝える。ノルマン人の到来に関する、この話は、サレルの伝承と呼ばれることがある。この サレルの伝承が初めて記録されたのは1071年から1086年までの間にモンテカッシーノのアマートによって執筆されたノルマン人の歴史である。12世紀初頭にレオーニオスティエンセによって執筆されたモンテカッシーノ年代記の女債ピエールの手による続編ではサレルの伝承に関する情報のほとんどがアマートの著作から借用されている。 17世紀のカイサル・バロニュースの著作である、教会年代記を発端として、サレルノ伝承は歴史として認められるようになった。サレルノ伝承が正確に事実を伝えているか否かという問題は、その後の何世紀にもわたって、時折呈されてきた疑問であったが、以降のほとんどの学者は、この伝承に何らかの修正を加えた形で、史実として承認するようになっている。 イタリアでの最初のノルマン人到来に関するもう一つの歴史上の記録もそれまでのノルマン人の存在には一切触れることなく主要な年代記の中に記されている。この話はガルガーノ伝承と呼ばれている。モンテガルガーノに向かうノルマン人巡礼者一行はそこでランゴバルド貴族であるバーリのメロと出会いアプリアのビザンツ総督攻撃に加わるよう説得されている。 これは1016年のことである。サレルノ伝承と同様、ガルガーの物語についても二つの一次資料がある。一つは1088年から1110年にかけて、ブイッテアーノ・グリエルモによって記されたロベルト・ビスカルディブ君詩であり、もう一つはこれより一世紀後にアレッサンドロという名の修道士がグリエルモの著作をもとに執筆した。 セイバルトロマイデカルピネート修道院年代記である。されるのとガルガーの物語とを結びつけて考える、学者モーリジョン・ジュリアス・ノー・ウィッチは、バーリのメロとノルマン人との開口の話はそれ以前に、具合ーりをによってお膳立てされたものだったのでは、ないかとさえ仮定している。バーリのメロは、東ローマ帝国領から追放されてから、 モンテカルガーノを訪れるまでの間に、されるのに滞在していたことがあったとされているのである。それ以外には、自ら進んで亡命してきたドレンごとや出身の兄弟からなるグループの話が含まれる。その兄弟の一人である、オスモンド内シジルベールが、ノルマンディコーロベール一世の統治時代に、業務レポステルなる人物を殺害した。伝えられるところでは、レポステルは、 ジルベールの娘を恥ずかしめたことを不意調したことにより、殺害されたという。レポステル殺害によって安全が脅かされることとなったドレンオト兄弟は、一族を引き連れて祖国を脱出して、ローマに逃れているが、兄弟の一人は、バーリのメロと合流する前に、ローマ教皇に越見している。アマートは一連の物語を1027年以降のこととしているが、 強皇に越権したことに関する記述はない。アマートによると、ジルベールの兄弟には、オスモンド、ライヌルフ、アスクレティン・を呼ビルドルフがいた。レッポステルの殺害に関しては、ロベール一世の統治化すなわち1027年以降のこととされている点で、すべての年代記は一致しているものの、ロベールという記述は間違いであり、本来はリシャール、すなわち1017年に公であった。 リシャール2世のことではないかと信じる者もいる。第1次のノルマン人移住がドレンゴトイエとレポステルの殺害に何らかの関係があると仮定するならば、その年代はもっと古いものに書き換えねばならない。ラウル・グラベールによる歴史はルドルフスなる人物がリシャール伯の布教を買った末にノルマンディを去ったとする。兄弟の中で指導者として、 南イタリアに赴いたものの名は資料によって異なる。オーデリック及びジュミエージュのギオームの著作、ノルマンディコーブ君氏はオスモンドとし、グラベールはルドルフとする。レオーネ、アマート及びシャバンヌのアデマールはジルベールとする。南イタリアの資料の大半は、1018年の関連の戦いで、ノルマン軍団を指揮したのはジルベールであったとする。仮に、このルドルフが、 アマートの歴史。ノルマン人のメッツォジョールの絵の到来についての、もう一つの仮説近代の仮説マイナスは、グラベール、アデマール及びレオーネの年代記に関するものである。この三つの年代記はすべて、リシャール二世の怒りから逃れたリドルフに引きられた四十名、もしくは、それより、大幅に多い約二百五十名のノルマン人が、ローマの教皇ベネディクトゥス八世紀の下に赴いたと、述べている。 当時教皇は、自らが総試権を有するベネベントが、東ローマの侵略を受けて奮撃していたことから、東ローマに対抗する傭兵を募集している、サレルのないし、カープアに彼らを向かわせた。同地にて、ノルマン人たちは、ベネベントの指導者である、ベネベント皇・ランドルフォ5世とカープア皇・ランドルフォ4世に、あったが、前日のサレルの皇具マ周りを3世とバーリのメロと、 あった可能性もある。レオーネの年代記を元にするトルドルフは、トスニのラルフと同一人物であると推定される。1017年5月での、1022年に新生ローマ皇帝、ハインリヒ2世による、遠征によって投獄される、ランドルフォ4世ディカプア。1009年5月9日に、東ローマ帝国のイタリアにおける権威の拠点であった、バーリニテ。 帝国に対する反乱が勃発した。これを指導したのが、現地のランゴバルト貴族の中で突出していたメロディバリであり、反乱はしばたたく間に、その他の都市に広がった。同年の後半内し翌1010 10年にカテパノである、ヨハネス・クルクアスが戦死した。1010 10年3月にその後継者であったバシレオス、メセルドスは、増援軍を伴って上陸して、反乱軍がこもる町を包囲した。 町の東、ローマ系住民は、バシレオスと交渉して、ランゴバルド貴族の首領メロとその義兄ダッドディバーリを強制的に追放した。バシレオスは1011年6月11日に町に入場して、東ローマの権威を回復させたものの、それ以上の行動を起こすことはなく、勝利のさらなる追求をしなかった。バシレオスのしたことといえば、メロの息子である、 アルギロをコンスタンティノープルに送ったくらいであった。バシレオスは南イタリアが平和な状態を保つ形で1016年以降に没している。同年にバシレオスの後継者としてレオトルニコス・コントレオンが赴任した。バシレオスの死去を受けてメロは再び反乱を起こしたが、今回はベネディクトゥス発生によって送り込まれたか、あるいはモンテカルガノにて、 自身があったであろうノルマン人の一団を雇っていた。ノルマンランゴバルド混合軍に対抗する形で、レオは、レオ・パシアノス率いる軍を派遣した。パシオナスとメロは、アレヌラのフォルトレにて開港して、戦闘は決定的ではなかったが、メロの勝利で終わったらしい。この時トルニコスは自らが指揮をとっており、チュビターテにて自軍を偶然にも二度目の戦闘に導くに至った。 この二度目の戦闘はメロの勝利に終わったが、ルポプロとスタッパーや無名のバーリ年代記では敗北と記録されている。バッカレツヤで起きた三度目の戦闘はメロの決定的な勝利に終わった。ホルトレからトラーニに至る全域が9月にメロの手に落ち、12月に着任したバシレオス、ボヨアンネスの行為により、トルニコスは自らの任務から解放されることとなった。 ボイアニスの要請を受けて、ノルマン人と戦うために、東ローマ帝国のバリアーグ新兵隊がイタリアに派遣された。二つのバイキング戦隊は、かつて紀元前216年に、ハンニバルが勝利を収めた、館内付近のファント川に手撃突し、戦闘は、東ローマ側の決定的な勝利で終わった。ボイアニスは、この戦いで得た戦果を保持するために、 アプリア平原の入り口の万平まで直に至る巨大な要塞をアペニンに築いた。1019年に当時はそう呼ばれたトロイアニ・ボイアネスのノルマン派遣軍が守備に入ったが、これはノルマン人による世紀の傭兵という兆候であった。ノルマン人による戦闘による南方における勢力の交代を受けて、教皇ベネディクトゥス八世は1020年にバンベルクに赴いて、 時の神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世と協議した。ハインリヒ2世は直接行動は取らなかったものの、翌1021年の出来事が干渉を決意させる。ボイアニスはランドルフォ4世ディカプアと同盟を結んで強行軍と共にガエタ広国の領域の取りを守備していたダットの下に進軍したのである。1021年6月15日にダットは捕虜となり、 大袋の中に猿や、オンドリア蛇と一緒に入れられて、海に放棄された。1022年に、ハインリヒ2世、ケルンのピグリム、ポポネデガリンツヤの3軍からなる神聖ローマ帝国の、大軍がトロイニアを攻撃した。トロイニアは陥落こそしなかったものの全てのランゴバルト、軽諸港は神聖ローマ帝国に連れ去られて、ランドルフォ4世は、ドイツの監獄へと運ばれていった。 かくして、ランゴバルト系貴族による反乱の時期は終焉を迎えたのであった。1024年におそらくは、ライグルフによって統率されたであろうノルマン人の傭兵は、当時、カプアにおいて、ランドルフォ5世をランドルフォ4世と共同で包囲したグリエルモ三世から報酬を受けたまっていた。包囲から18ヶ月が経った1026年に、 カプアが降伏したことでランドルフォ4世が復権した。翌年にライヌルフ自身がランドルフォ4世の下に加わったものの、自らの行為を投げ捨てて、かつておそらくは自身の助言によって1027年にランドルフォ4世によってナポリから追われたナポリ公、セルギオ4世の下に馳せ参じた。1029年にライヌルフとセルギオ4世はナポリを再占領した。 1020年初頭にセルギオ4世はライヌルフに対してノルマン人としては最初の皇領となるアベルサ伯僚を放置として授け、さらには自身の姉妹と結婚させている。しかし1034年に妻であるセルギオ4世の姉妹が没するとライヌルフはランドルフォ4世のもとに寝返った。アマトは以下のように述べている。ノルマン人たちは自身にとって 不利益になるであろう、ランゴバルド人によるいくつかの決定的な勝利を一度たりとも望んではいなかった。もっとも、今では、ノルマン人とランゴバルド人は互いに助け合って、いかなる破滅を防いでいる。ライグルフの陣営に見出され、特に何も問われることなく、迎え入れられた、ノルマン人の増援部隊並びに、現地の野党により、ライグルフの勢力が膨張することとなった。同地では、 このルマン語並びに、ノルマン人の習慣が異なる集団を民族として密接に結びつけたことが、戦室のアマトによって観察されている。1037年に神聖ローマ皇帝コンラート4世が、ランドルフォ4世を廃して、直にライヌルフをアベルサハクに認じたことで、ノルマン人の勢力はさらに飛躍した。1038年に、ライヌルフはカプアに侵入して、自分の国を、 南イタリアで最大の国の一つに拡大させた。1038年から1040年にかけて、シチリアにおける東ローマ帝国のサラ先人に対する戦闘に参加させるために具合周りを四整理されるの、率いる別のノルマン人の一団がランゴバルド軍団と共に派遣された。このシチリアにおける戦闘で、ゲオルギオスマニアケス式下で戦ったアルタビラ家の人物が初めて名声を得た。 その一人であるグリエルモ一世であるタビラは白草包囲戦で鉄腕というあだ名を得ている。1040年にアスコリニテカテパノであったニケホロスドケアノスが暗殺されるとノルマン人たちは新たな指導者を自分たちの中から選ぼうとしたもののベネベント公をアテヌルフに買収されて彼を指導者としてよくこととなった。 1041年3月16日にオリベントのベノーザ付近にて、ノルマン軍は新たなカテパノとなったミカエル・ドケイアノスと交渉をはした。ものの失敗に終わって、カンエナ付近のモンテ・マジョリエにて戦闘となった。ミカエルは、バーリからバラング新衛隊の大軍を呼び寄せたにもかかわらず、完敗に終わってその軍の多くが退却の際にオファンと、川にてで起死した。 1041年9月3日に、名目上は、ランゴバルド人指導者であるアルディンとアテヌルフの指揮下にあった、ノルマン人は、新たなカテパノであるエクアウグスト・ボヤネスを破って、ベネベントに手捕虜にして、かなりの数に及ぶ、ランゴバルド人の残党が征服に影響を及ぼした。同時にこの時に関して、グアイマーリオ4世は、ノルマン人を様々な約束と共にその軍旗に描いた。 1042年2月に、おそらくは見捨てられたと感じたことと、東ローマ側による買収であろうか、アテヌルフは、エクアウグストの釈放について交渉して、ミノシロキンと共に、東ローマの領域に逃走した。アテヌルフに代わって初期に、いくつかの勝利を収めたことのある、アルギロが、新たに指導者として選ばれたものの、アルギロもその頃には、東ローマ側に買収されていたという問題を、 抱えていた。1042年9月に、ノルマン人たちは、最終的に自分たちの中から指導者を選出した。反乱は本来、ランゴバルド人によるものであったがその性質と指揮権が、ノルマン人によるものとなった。鉄腕グリエルも1世が、伯爵として新たな指導者として選出された。グリエル元とその他指導者は、グアイマーリオ4世に対して、 自らの征服を認めてくれるよう懇願した。ノルマン人たちはメルフィ付近の土地を放置として配慮して、グリエルモ一世はプッリャデとカランブリャ公であることを宣言した。1043年にグアイマーリオ4世は共和制型で統治されていたメルフィそのものを除く領域を20の白領として分割してノルマン人の指導者に恩恵として授けた。グリエルモ一世は アスコリオ、アスクレティンは、アチェレンツァトリスタノは、イルシーナを、ウーゴトゥタボビは、モノオポリオ、ピエトロ一世は、トラーニオ、ドローゴネディアウタビラは、ベノーザを、そして今は、独立している、ライヌルフディドレンゴとは、モンテカルガノをそれぞれ受け取った。続いて、グリエルモ一世は、ソレントコグイドの娘でグアイマーリオ四世の名に、あたる、グイダと結婚したが、 これによりノルマン人とグアイマーリオ4世との同盟が強化されることとなった。統治期間中のグリエルモ1世とグアイマーリオ4世は、1044年にカラブリアへの征服を開始して、スクイラーチェ付近にて巨大なストゥリドア城を築いた。1045年グリエルモ1世がターラント付近にてアルギリスに敗北したことで、アプリアの征服には失敗したものの弟のドローゴネは、 ボビーノを征服している。しかしながら、グリエルも一世の死とともに、ノルマン人の傭兵としての奉仕時代に完全に幕が、打たれて、ノルマン人による強力な二つの広告の台頭を目に、することとなった。一つは、アベルサ伯領、後のカプア広告であり、もう一つは、アプリア伯領、後のアプリア広告である。両広告とも名目上は神聖ローマ帝国に、 申し立てる義務を負っていた。メルフィに建てられたノルマン人による岩木、同地では以前には要塞は建てられてはいない。後に一区間ごとに単なる長方形型のノルマン人が主営する場所を築いたことから建築物は今日では建物の塊となっている。1046年にドロホーネはアプリアに入ってターラント付近にてカテパノのエウスタジオパラティノを破った。 一方、その三帝であるウンフレードは、バーリに、ノルマン人との条約を締結することを示させた。幸運にもドロゴーネの継承を助け、それによって、南イタリアの地に、ノルマン長を樹立させることとなったグアイマリオは1047年に、ドロゴーネに、自らの娘であるガイテルグリマを与えて結婚させた。神聖ローマ皇帝ハインリヒ三世国王は自らに、忠実であるということで、 アベルサ伯領を認め、ドロゴーネを直接の家臣とし、メルフィのノルマン人にとって最初の正当な称号である、イタリア公及びアププリアとカラブリアのノルマン人博を授けた。ハインリヒ三世は自身の皇后であるアグネスがベネベント人から虐待されていたことから、ドロゴーネにベネベント征服の権限を授けて、定官の代理として掌握させた。 もっともノルマン人は1053年まではベネベントを征服することはできなかった。1048年にドロゴーネはコゼン付近のクラチ警告を経てカラブリアへの拡張の指揮を取った。ドロゴーネはカラブリアの征服地を分配して4体であるロベルト・イルグ・グイスカルドに入り口の主営としてのスクリバの城を授けた。ドロゴネは1051年にビザンツの陰謀で暗殺され、 短い空位の後に三帝のウンフレードが継承した。ドロゴーネ指導下のノルマン人騎士の反乱は、ローマ教皇レオ9世を激怒させており、ウンフレードの最初の挑戦は、教皇との対立を処理することにあった。チビタ宛テの戦いの戦闘図。赤が、ノルマン人、青が、教皇連合である。1053年6月18日にウンフレードは、 強皇イコール皇帝連合に対抗する形で、ノルマン軍の指揮を取った。チビタアテの戦いで、ノルマン軍は強皇軍を壊滅させて、レオ九世を捕虜として、ベネベントに遊兵し、強皇はそれを即座に甘んじて受け入れた。ウンフレートの治世で残されたものは、オーリア、ナルド、レッチェの征服にあり、これらは、みな千0 5 5年までには終了した。1054年に、 ピエトロ一世のトラーニ付近の領域を継承した。ピエトロ二世は、同都市を最終的に、東ローマから征服した。ウンフレートは1057年に死去して四帝のロベルト、グイスカルドが継承すると、自身は直ちに公くらいにおけるより高い称号と、引き換えに新生ローマ皇帝に完全に忠実になり、また、教皇の風神となった。1 5 0年代び1 0 0年代の、 南イタリアにおけるノルマン人勢力の中心地は二つ存在した。一つはウンフレート支配下のメルフィであり、もう一つはドロゴーネ支配下のアベルサである。リッカルド一世ドロゴーネはおそらくは暴力的な手段でもってアベルサ白領を1049年に継承すると、直ちにオートビル家のライバルたちと競争する形での領土の拡張政策を始めた。 リッカルド一世は当初、カプア公ランドルフォロック世、ガエタ公アテノルフォ一世、サレルノ公ギスルフォニセイといった、ランボバルド系の隣人との間で、絶え間のない争いを繰り広げた。リッカルド一世は、かつては、強大な公国であったが、サレルノの都市そのものであるところのわずかに左側まで、国境線を押し合った。リッカルド一世は、自身の娘と、 アテノルフォ一世の長子との間で婚約を取り付けることで平和的に影響力を拡大はしたものの、その長子が結婚前に死ぬと彼の両親からのランゴバルドのモルゲンガブを求めた。アテノルフォ一世がこれを拒絶するとガエタに残されていたわずかな報道の一つであるアクイーノを1058年に包囲して落とした。リッカルド一世のガエタ征服の年代は混同されている。 1058年から1060年までの文書は、リッカルド一世の長子ジョルダーの一世を、ガエタ公として言及しているが、アテノルフォ一世が1062年に死ぬまで未だ、ガエタ公であったことから、これらは偽造であると論じられている。アテノルフォ一世没後に、リッカルド一世、ジョルダーの一世はガエタ公国に支配を及ぼした、発したものの、1064年に完全にガエタが泥棒ね。 の広告に組み入れられるまで、アテノルフォ一世の相続人であった、アテノルフォ二世に、自らの進化として統治することを許した。リッカルド一世、ジョルダーの一世親子は、大概は、ノルマン人出身であったクグ月の公を任命した。1057年に病弱なカプア公が死ぬと、リッカルド一世は直ちにカプアを包囲した。ガエタ同様、 そのカプア征服の年代は混同している。パンドルフォは、1062年5月12日まで、カプア公であったと記録されている兄弟のランドルフォ8世から、カプアを継承した。ディッカルド1世、ジョルダーの1世親子は1058年に、カプア公の称号を、採用はしているものの表面上は、ランドルフォ8世がおそらくは、ディッカルド1世親子の会の下で統治することを、許されており、 それが少なくとも4年以上に及ぶ同都市の決め手となる。1059年にローマ教皇ニコラウス2世はメルフィにて教会会議を召集し、そこでリッカルド1世をアベルサハクトカプア公として承認した。リッカルド1世は後に自身が獲得したものへの見返りとして教皇に忠誠を誓った。その後、ドロゴはカプアを自らの本拠地とし、ここから アベルサトがエタを支配した。リッカルド一世、ジョルダーネ親子は、自らの新しいガイタとカプアの領域を、ラティウム方面及び強行領内部といった北部へと、拡大させた。1066年には、リッカルド一世はローマそのものに進軍しているものの、早々に引き返すことを余儀なくされた。しかしながら、リッカルド一世の後継者としてのジョルダーネ一世の地位が、 リッカルド一世が試みてこぎつけた教皇との同盟機関を後付けてカプアの征服が中止された。しかしながら、1910年にジョルダーネ一世は死去して、その幼い息子であるリッカルド二世とその接生にはカプアそのものを掌握することは許されなかった。両人はランボバルド系のランドーネ四世によって町を追われ、そのランドーネ四世は、 都市民の支援の下で1098年のカプア、包囲戦で、アルタビラ家の混成軍によって奪取されるまでカプアを支配した。各して、ランゴバルド人によるイタリア支配者完全に終焉を迎えた。1077年に、最後のランゴバルド系のベネベント公が死んだ。ローマ教皇は1078年に、ロベルト・グイスカルドにその後を継ぐよう指名した。しかしながら、 ロベルト・グイスカルドは以前の特にチビターテの戦い後の10年間、さらには1078年以降にも及ぶノルマン人の征服によって後西部を成していたベネベント自体及びその隣が縮小されたも同然であった広告を1081年に譲渡した。1080年6月にチェプラーノにて教皇はノルマン人による治領への侵害を止めさせるのを試みるために それと同時に、ベネベントとロベルト・グイスカルドの関係者が、自らのために征服したアブルッツを技術的に結合させるために、ベネベンドをロベルト・グイスカルドに、再び付与した。チビターテの戦いの直後に、ノルマン人は、ベネベンド広告のアドリア海沿岸の征服を開始した。メルフィハクンフレートの兄弟であるゴフフレードクは、ラリーノのランゴバルド系薄量を征服して、 サムニウム地区のモローネ城を襲撃した。ゴッフレード一世の息子であるロベルト一世はこれらの征服地を1061年にロリテロ白領へと変えた。それにもかかわらず、ロベルト一世は治療をランボバルド人のアブルッツォへの拡張を続けた。現在のキエーティにあったランボバルド系の手当て白領を征服し、オルトーナを包囲して、 これがこの地区でのノルマン人による試みの目標となった。間もなく、ペスカーラや強行領の北部まで進撃した。1078年には、ロベルト一世は、カプアコージョルダーの一世と同盟して、強行領のアブルッツォを略奪した。1080年に締結されたローマ教皇グレゴリウス7世との条約で、両人は強行領を尊重することを強制された。1100年に、 ロベルト一世は広告へと発展した事情をホルトレを超えて拡大して、ボビーノとトレマジョーレを奪取した。モリーゼの征服は不明瞭な状態で覆われている。主要な都市であるボヤーノは、チービター手の前にことによると、マテ世代旋回を取り巻いていたロベルト・クイスカルドの指導のもとで征服されたそうである。ボヤーノ薄領は、ロドルフォ・ディモリーゼに授けられ。 その孫のユードは、トーロとサンジョバンニンガルドを征服することで東方へと拡大し、1105年にカプアの白領であるベナフロ、ピエトラ・ポンダンテ、トリベントを吸収することで同時に、西方へも拡大している。中世イタリアイスラム史、シチリアイスラム史、ノルマンアラブビザンティン文化も参照。 1六十一年のチェラーミの戦いにて三万五千人のサラセン人に対して勝利したルッジェーロ一世。ノルマン人によって征服された当時のシチリアは大部分にギリシャ製教徒が住んでいてサラセン人の支配下に置かれていた。同東は元来アグラブ朝そしてファーティマ朝の支配下に置かれていたが九百四十八年にカルビ朝がファーティマ朝から島の支配権を 無理やりもぎ取り1053年までその状態に置いた。1010 10年代と1020年代にイフリーキアのズイール町による干渉によって連続した継承危機が始まった。弱小の封建領主が互いに支配権をめぐって争ったことでシチリアは混乱に陥った。この混乱状況の中をシチリア征服の意思を抱いたロベルト・クイスカルドとその弟であるルッジェーロが ローマ教皇を後ろ盾として攻めてきた。この時、教皇はロベルトに、公の称号を授け、同時に内実を伴わない、シチリア公の称号も授けており、このことが、ロベルトが、アラブ人によってもぎ取られたシチリアへ遠征に着手する、ことを借り立てたのである。ロベルト、ルッジェーロ兄弟が初めてシチリアに侵入したのは1061年5月であり、レッジオリカラブリアから渡ってきて、 メッシーナ海峡の支配権を握るために戦略上必要不可欠なメッシーナを包囲している。ルッチェーロは最初に海峡を渡って誰にも見られずに夜の間に上陸して朝にサラセン軍を驚かせた。それから遅れる形でロベルトの軍隊が上陸した際には無抵抗のままメッシーナが放棄されたことを知った。ロベルトは直ちに街を要塞化して イブンアルハワーズの宿敵であったアミール・イブン・ビン・ティムナスと同盟した。それからロベルト、ルッチェーロ、そしてティムナスはティムナスに忠実なままであったロメッタを経由して島の中心地へと進軍した。三人はフラッツァノと共にマニアケス平原を通過した。チェントゥーリーペの町を襲撃はしたものの抵抗が大きかったので引き払った。 パペルノーは素早く陥落してロベルトは自軍をシチリア中央の中で最も手強い要塞である現在のエンナであるカストロ・ジョバンニへと引き連れた。出撃した守備軍が打ち破られる一方で要塞そのものは落ちず冬の到来のためロベルトはアプリアへ帰還することを余儀なくされた。ロベルトは去る前にシチリアにおけるノルマン人の最初の城にあたるサンマルコ・ダルンツィでの要塞を築いた。 1071年にパレルモの鍵を受け取るルッジェーロ一世。1064年にロベルトは戻っては来たものの、カストロジョバンニを迂回する形で、首都パレルモへ直進した。しかしながら、その野営地はタランチュアにより放棄せざるを得ず、遠征全体が中止された。1071年にパレルモに服したものの都市のみであり、要塞は落ちなかった。ロベルトはルジェロに、 アプリア港の総主の下でのシチリア博を授与した。要塞は1072年に1月に落ちた。兄弟間での島の分割は、ロベルトがパレルもメッシーナの半分及びバルデモーネを保持し、征服されていないところも含む残りをルッジェーロが得ることとなった。1077年にルッジェーロは、島西部に残っていた2つのサラセン人の要塞のうちの1つであるトラッパニを包囲した。 ルッチェーロの死生児ジョルダーノが不意の出撃をしたことで、草を食べていた守備中途軍の獣が驚いてしまった。食料の供給が断たれたことで、町はすぐに引き渡された。1079年には、タオルミーナが包囲されて1081年にジョルダーノは、ロベルト・ディソール・バルやエリアスカル・トーミと共に、他の不意の突撃で、白草の主張が掌握していたカターニアを征服した。 ノルマンニ宮殿は9世紀のアラブ人の宮殿がノルマン人によってその統治する城に変えられたものであった。ルッチェーロ自身は1083年夏にイタリア半島本土の兄弟を助けるためにシチリアを後にしたが委任していたジョルダーノが反乱を起こしたためにシチリアに戻ることを余儀なくされそこでジョルダーノを復従させた。ルッチェーロは1085年に 最終的に組織的な遠征に着手することができた。同年5月22日にルッジェーロは海上から白草に接近し、都市北部15マイルのところで小規模な騎兵の文献隊を指揮した。5月25日にルッジェーロと市長の海軍が港で交戦し、そこで後者が殺された。他方、ジョルダーの指揮下の軍勢は都市の包囲を開始した。 包囲は夏を通して続いたが1086年3月に降伏し、ノートのみがサラセンの領域に残ったままであった。1991年に短い努力の後にの、南イタリアの征服は統一された、指揮命令の下着手されたことから、ルッチェーロの権威は他の征服者たちからの挑戦を受けずに、自らの支配下に置いたギリシャ人、アラブ人、ランゴバルド人、 ノルマン人の風神及び神民に対する強力な権力を維持した。ローマカトリック教会は教皇の承認を得たルッジェーロによってしまう及びその教会が組織した管理者を紹介された。司教管区が首都大司教の権威を付随させた形でパレルもシラクサ及びアグリジェントに設立された。1130年の占領地の王国昇格後、シチリアは ノルマン権力の中心地となった。1091年にルッチェーロはマルタに上陸してイムディーナの城壁を巡らせた町を征服した。同等に税を課した者の,のアラブ人の総督がその機能を続けることを許可した。1127年にルッチェーロ2世はイスラム教徒の総督を解任してノルマン人の役人に置き換えた。ノルマン人の支配のもとギリシャ聖教徒の島民であった。 アラブ人は、育成期に及ぶイスラム教徒の支配下の下で、変形した異なる言語である、マルタ語を採用した。アマルフィとされるのが、ロベルト・グスカルドの手に落ちたのは、両者ともにその妻であるシセルガティアの影響の下で、起きた。アマルフィは、おそらく彼女の交渉によって引き渡され、他方、されるのの方は、自身の兄弟である、 サレルノコウの代理である夫に弾丸することを止めた後に落ちた。アマルフィ市民もノルマン人の創始家になることを避けようと、試みて短期間でギスルフ公の元に入ったが、これが失敗して9世紀以来歴史家が密接に結びつける二つの国は両者ともノルマン人による永久的な支配下に置かれた。1076年の夏までにサレルノコウギスルフ二世は、 海賊行為や襲撃によって、ノルマン人を十分に悩ますことで彼らを刺激して、自身を破滅させることとなった。この時期に、ノルマン人のカプアのリッカルドとロベルト・クイスカルドは、共同で、されるのを包囲した。ギスルフ2世は市民に対して2年間分の食料の蓄えを命じたものの、自らの贅沢な生活を続けるために、十分な食料を没収したことから、 市民はすぐに植えることとなった。1076年12月13日に町は降伏して、ーとその家臣は要塞に交代し、その要塞は1077年5月13日に陥落した。ギスルフの土地は没収されてその遺品は奪われたが、自身は自由となった。サレルの広告は、以前のグリエル・モディアル・タビラ、ルッチェーロ、ロベルト・グスカルドとの争いですでに多かれ、 少なかれしとおよび周辺地域が縮小していた。しかしながらこの町は南イタリアでは最も重要であり、その占領は15年後の王国創立には必要不可欠であった。1073年にアマルファイコーセルギオ三世は後継者である唯一の幼い序盤に三世を残して没した。これらの不安定な時期に、 アマルフィ民衆を守るための強力な支配が求められたことから彼らは幼い公を追放して同年にロベルト・クイスカルドを呼んだ。しかしながらアマルフィはノルマン人の支配下では不安定なままであった。ロベルトの後継者である前述のルジエロ・ボルサがアマルフィを支配できたのはギスルフがサレルノ子を免じられて追放された後の1089年のみであった。 アマルフィ市民は、ロベルトの後継者による請求に対抗すべく、教皇からの援助を取り付けた。1992年から1997年にかけてアマルフィは、ノルマン人による創始を認めずに、ビザンツ帝国に援助を求めて懇願した。両者は1996年に、マリノセバステを支配者として据えた。ロベルトの息子ボエモンと弟である、ルッチェーロ一世は1997年に、 アマルフィを攻撃するも撃退された。この法維持に最初のノルマン人は第1回十字軍によって引き離されていった。マリノが唯一敗北したのは何人かのアマルフィ貴族がノルマン側について裏切った1101年の後であった。1130年にシチリア国オールジェイロ2世が中世を要求した時にアマルフィは反乱を起こした。主張バンニは陸地から押し寄せて アンティオキアのゲオルギウスが海上封鎖してカプリ島を拠点に陣取ることで1131年に反乱は最終的に鎮圧された。アプリアの大部分が遥か南方まで維持し、バーリがグリエルも一世、ドロゴーネ兄弟や、その他、アルタビラ家の面々の遠征中に服従する一方で、 カランブリアの大部分はロベルト・グスカルドが1057年に継承した時点では東ローマが掌握したままであった。カラブリアが最初に撃破されたのは1040年代初頭のグリエルモとガイマールによってであり、ドロホーネは野心的なグスカルドを同地に1050年代初頭に据えた。カランブリアにおけるロベルトの最初の実績はしかしながら封建勢力や 豪族略奪者との戦いに費やされ、ギリシャ系住民の服従は何も体系化されなかった。ロベルトは、自身の白爵の領有権を掲げて、直にカランブリアへの遠征を開始した。1059年8月23日に、メルフィ博領に到達するまでに短期間妨害された。そこでロベルトは、公として就任すると、後年にカランブリアへ帰還して、同地ではその軍勢が、 カリアーティを包囲した。甲が到着すると町は降伏し、季節の終わり前にロッサーノとジェラーチェも降伏した。イタリア半島の重要な都市はロベルトが冬にアプリアに帰還した時点ではわずかにレッジョが東ローマの手にあった。アプリアにてロベルトは東ローマの守備兵を一時的にはあるニセヨターラントとブリンディジから移動させた。1060年に カランブリアに帰還した際には、シチリアの拡張は大いに開始された。レッチョの陥落は長く骨の折れる、包囲の末に獲得したものであった。しかしながら、ロベルトの兄弟のルチェーロ一世は、遠座しのぎに工場兵器を用意していた。レッチョの陥落後に、東ローマの守備兵は、同地の島の要塞であるシッターに逃れたが早期に、敗れている。ルチェーロ一世の海峡を越えた、 小規模な襲撃は撃退され、1060年後半に東ローマ皇帝コンスタンティノス十世ドゥーカスによってアプリアに派遣された同国の大軍の存在がロベルトを呼び戻した。カタパノのミリアクラーの元東ローマ軍はターラント、ブリンディジー、オーリア、オトラントを奪回した。1061年1月にノルマン人の首都であるメルフィが包囲された。しかしながら5月までに ロベルト、ルッチェーロ一世兄弟によって、東ローマ軍は駆逐されて、アプリリアの平和は回復された。緑で示された、ノルマン人による、シチリア侵攻ズトラニハクピエドロ一世の息子である、ゴフリードは1063年に、オトラン島1064年に、ターラン島征服して、同都市を自白領の所有地とした。1066年には軍を編成して、海を越えて、 東、ローマ領バルカン半島を攻撃したが、バーリ付近で、ミカエル・マウリカス率いる最近新たに着任した、バラング新栄兵によって阻止された。ミカエルは、ブリンディジート短期間ではあるがターラントを奪回し、かつてニケフォロス・カランテノスの下で、ブルガリア人との戦いを経験した兵士たちを、中東軍として置いた。ミカエルは、イタリアのノルマン人に対する一連の成功をした。 ものの、それは、東ローマがこの地区に与えた最後の意義のある、脅威であった。東ローマカタパの領の首都であったバーリは、1068年8月から、ノルマン人によって包囲された。1071年4月には、バーリの陥落によって、東ローマ総督の最後の全将兵は、西欧から消失した。ランゴバルド手幕だったアプリアとカランブリアからの東、ローマ駆逐後に、 ロベルト・グイスカルドは、バルカンの東、ローマ領やギリシャ本土に、攻撃の狙いを定めた。ビザンツにとって幸運だったのは、拝着された、プッテア・ハク・ウンフレートの息子で、ロベルトの甥いであるアベラルドとエルマーノの兄弟が、味方になったことである。兄弟のロベルトに対する反乱は、同じく彼に対抗する形で治療を、東ローマの創始下に認めていた、モンテ・サンタンジェロ・ハク・エンリーコを支援した。 1081年にロベルトは、バルカン半島への最初の拡張に乗り出し、1万6000人を引き連れて、ブリンディジオをで立つし、1082年までにケルキラ、ジマトドゥラスを占領し、さらには1081年10月には、東ローマ皇帝アレクシオス一世コムネノスを、デュッダキウムの戦いで撃破さえした。ロベルトの息子であるマルコボヘモンドは、テッサリアを支配し、 ロベルト不在の間の1081から82年に征服を試みたものの最終的には失敗した。1084年にロベルトは帰還してケルキラ島とケファロニア島を占領することで取り戻し、1085年7月15日に同島で営民した。ケファロニア島の小さな町フィスカルドはロベルト・グイスカルドにちなんで名付けられた。ボヘモンドは ギリシャ征服を追い求めることを継続はせずにイタリアに戻る代わりに同地でイボテに当たるロベルトスカリオ及びるチェーロボルサと共に後継をめぐって対立した。公的には東ローマの領地であるナポリ公国はノルマン人の支配が及ばない南イタリアにおける最後の国の一つであった。ナポリ公国は1020年代にセルジオ4世が ランドルフォード・ドレグノットに支援を求めて、以来、わずかな例外を除き、アベルサとカプアのノルマン人の同盟者であった。1077年に始まるナポリのアルダビラ町の王国への編入が完遂するには16年費やした。1074年夏に、カプア公、リッカルドとロベルト・クイスカルドとの間で敵意が燃え上がった。ナポリ公セルジオ5世は、後者と同盟してその軍勢に、 町の中央部を供給した。セルジオのリッカルドに対する行為が彼を苦しめた。リッカルドは、ローマ教皇グレゴリウス7世の支援を受けていたからで、ある。6月に、リッカルドは、ナポリを包囲したが短期で終わった。リッカルド、ロベルト、セルジオ5世は、時期にダウフェリウス・ディモンテカッシーノから提供された、仲介を通じてグレゴリウス7世との交渉を、開始した。 1077年にナポリは、リッカルドによって包囲され、ロベルトによって海上封鎖された。包囲中の1078年に、リッカルドが死んだ後にその死によってわずかに波紋が撤回され、後継者であるジョルダーノは強行に、自身の権利を認めさせるために包囲を止めてこれが、セルジオ5世と和解させることとなり、包囲は中止されて、ロベルトの軍勢は失散した。 1130年に対立教皇アナクレトス2世は、ルッチェーロ2世にシチリア王位を授けて、ナポリが彼の王国の報道の一部であることを宣言した。1131年に、ルッチェーロ2世はアマルフィ市民に対して、彼らの町の強化と城の鍵を要求した。市民が拒絶すると、ナポリ公セルジオ7世は最初は、艦隊でアマルフィ市民を攻撃する準備をしたが、 アンティオキアのゲオルギウスがより強大な大艦隊でもってナポリの港を海上封鎖してセルジオ7世はアマルフィ市民の圧力に震え上がってルッチェーロ2世に屈服したアレッサンドロ・テレジノの年代記によるとローマの時代よりほとんど県で征服されることのなかったナポリは報告の断片によると今やルッチェーロの力に屈した1134年にセルジオ7世は カプアコー・ロベルト2世とアリー・フェハク・ライヌルフォ2世の反乱を支援したが、ルッチェーロ2世と直に対決すること関してはいくつかは避けた。カプア陥落後にセルジオ7世は、ルッチェーロ2世に中誠の誓いを行った。1135年4月24日にカプアコー・ロベルト2世へ率いる8000人の強化兵を乗せたピサ艦隊はナポリに闘病した。ナポリは、 次の2年間ルチェーロ2世への反乱の中心として、奉仕した。セルジオ7世、ロベルト2世、ライグルフォ7世は1136年の春まで、ナポリで包囲された。この時まで多くの人が餓死した。それにもかかわらず歴史家で、反乱の共感者であるファルコーネ・ベネベントクによると、セルジオ7世とナポリ市民は、悪王の圧政下に屈するよりは餓死した方がマシだと。 弱みを見せなかった。ナポリの海上封鎖はセルジオ7世とロベルト2世が、それぞれ別個の機会の際に、ピサに赴き、ルッチェーロ2世の著しく不十分な努力をより多く、回復させるのを妨害するにはあまりにも、不成功であった。神聖ローマ皇帝ロタール3世意識する救援軍が、ナポリ救援のために進行してくると方位は解かれた。しかしながら、翌年に、 ロタール3世が急いで引き上げると、セルジオ7世は完全な斜面を見返りとして再び、ルッチェーロ2世に服従して、ノルマン式での封建的な忠誠の誓いを果たした。1137年10月30日にリニアーノの戦いで最後のナポリ公は、ルッチェーロ2世に仕えて、共に死んだ。しかしながらリニアーノの敗北は、ノルマン人のナポリ征服への道を開くこととなった。 セルジオ7世が後継者残さず没して以来、ナポリ貴族は誰を新仰位につけるべきか合意に達することができなかったからである。それにもかかわらず、セルジオ7世の死とナポリのシチリア編入の間には、その間2年間があった。貴族は当面の間は権力を行使していたと思われる。このことは大概、この暫定期間が、ノルマン人による征服もに、 ナポリが独立していた最終的に目立った時期であったと推測される。この間、ノルマン人の地主が最初にナポリに現れた。ピサはルッチェーロ2世の敵であったがナポリとの同盟を維持した。ことによるとピサは1139年までナポリ独立を支えていた。同年にルッチェーロ2世は最終的に広告を王国へ吸収した。 ローマ教皇インノケンテウス2世とナポリ貴族は、ルッチェーロ2世の産卵がアルフォンスを公として、承認した。アドラノに立つ初期ノルマン人の城。ノルマン人による南イタリア征服は、ロマネスク様式特にノルマン建築様式の中水で見受けられた。ランゴバルド式、東ローマ式、アラブ式構造と、城は拡張されて新たに建造された。これらの城は、 現地の熟練技術によって設計され、彼らのヒノルマン的要素が明確に保持されていた。ラテン式の大聖堂が新たに征服されたギリシャ聖教な内しイスラム教徒の土地に建てられたが、それらの大部分がロマネスク様式かつ東ローマ式とイスラム式のデザインを基礎とした影響を受けているのは明白であった。同時代の聖王の体系と比較するならば、最終的には、 ノルマン人の行政は中央集権化され複雑化し官僚化した。宮殿のような公的な建物は重要な町、特にパレルモが顕著ではあったが共有のものであった。これらの建物は他の建物より一層シクロイコールアラブ文化の影響が見受けられた。ノルマン人は南イタリアでは早くに城の建設、拡張、修繕を始めた。 それらの城の大部分は本来ないしランゴバルド人以前のものを基礎としていた。いくつかは東、ローマ、アラブ式を基礎としてはいたが、ノルマン時代の終焉までには以前の木製の城は石製に変えられた。初期にノルマン人によって征服されたアルフィのランゴバルド系の城は後に生き延びた長方形のキープと共に11世紀後半に増強され、カランブリアは ノルマン人の階級化により根本的に変わった最初の地区となった。1046年にグリエルモテツワン港はストリドゥーダのスクイラーチェ付近に強大な城の建設を開始し、1055年までにロベルト・クイスカルドはすでに以下の3つの城を建てた。その場所は東ローマの要塞や土地のロッサーの霊園の領地のクラチュ渓谷。 午前茶付近のサンマルコ・アルジェンターノの通行を保護する北カラブリアにあるスクリブラ、そしてスカーレアの海岸線の崖である。グイスカルドは、己のアプーリアでの伯爵就任後は主要な城の建築者であった。ガルガノに巨大な塔と呼ばれた五角形の塔を添えた城を建てた。後に、モンテ・サンタンジェロ伯エンリー港はそれほど遠くないカステル・パガーノに城を建てた。 森伊勢州に、ノルマン人は、サンタクロスやフェランテといった自然に守備された地帯に、多くの要塞を建てた。てったちイナからテル森までの周囲がデコボコした線の、地域ではイタリアで、最も異変に満ちた、ノルマン人の城がある。多くの選ばれた敷地は、本来は古代ローマ人とその後継者によって、再利用された、サムニウム要塞であり、ノルマン人はその要塞を、 古い城を意味するカステルムベツスと呼んだ。多くのモリーゼの城は壁を山と峰に面する石と統合し、ほとんど垂直に直立した邸宅は、ノルマン人が少なくとも、モリーゼではガリアの建築法を施したことを示している。シチリアの階級化は、現地のギリシャ系住民の願いによって始まった。1060年に、ギリシャ系住民は自分たちを守ってくれるよう。 アルンティウムに城を建ててくれるよう要請した。ノルマン人が最初にシチリアに建てたサンマルコダルンツヨは直立していた。この城は後輩から生き延びている。ペトラリア・ソプラナがセハル付近に建てられ、続く1071年にはトロイーナに城が建てられ、1073年にはマツアラとパテルノーに城が建てられた。アドラーノではノルマン人は その平面図が11世紀のノルマン様式のデザインの暗示を提供してくれる平い長方形の塔を建てた。外側の階段は最初の木沢橋の入り口に導き、内部は縦の中間位に大定観とさらに礼拝堂、寝室に分けられていた。シチリアの他の要塞はアラブ人のものを引き継ぎ、パレルモのような主要都市の大宮殿、大聖堂建築は才を示し、 アラブ人の印が明らかである。シチリアではアラブの芸術家はランゴバルド人が南イタリアで影響を与えた鏡に影響を与えている。ありがとうございます。